今日はやはり今話題になっておりますナショナリズムについてお話しさせていただきます。ナショナリズムって言ってね、ちょっとお若い方、お分かりにならない方もいらっしゃるかもしれませんけど、民族主義者ですよね。あのね、結局国を滅ぼすのはね、過剰な愛国心、これが身を滅ぼすんですね。それはね、第二次大戦がそうでしたからね。もう日本は強いんだったらどこにも負けないとか ね、大和魂だとか、それは結構ですよ。私も日本人ですからね、そういうものは持っておりますけれどね。でもね、それが間違った方向に行ったね、ナショナリズムですとね、例えばあのドイツのヒトラーでね、ゲルマン民族こそが世界一であるね、後の民族っていうのはね、コッパみたいなもんだみたいになってて、ね、人間ではないと。とにかくそういう、たったね、一人かね、二、三人のね、精神がおかしくなっちゃったね。つまり、昔から言われた狂人たちにね、権力を持たせることの怖さですよね。で、第二次大戦の勃発でもね、山本五十六さんっていうね、海軍大将がいらしたんだけども、この方はね、アメリカでね、勉強なしてたんでね、向こうのアメリカの国力、財力、文明力、それから石油はダブダブ出てる資源力、もうそういうものは本当に在庫はダブダブ余るぐらいなんですよね。じゃあ日本はどうなるかっつって、石油って、まあ、新潟の方でちょろちょろと出るだけで、石炭じゃね、飛行機飛びませんからね。でやっと石炭が取れるぐらい、あとはもう資源はない、みんな貧しい。それをね、まず初めてね、無謀なね、敵も知らないで、ただ大和魂だ、根性だ、ナショナリズムだ、民族主義だ、何のね、知力もなくて、考えることもしないで、で、それが個人がね、滅びるだけじゃなくて、今度は国全体が滅びるわけですからね。うん、ですからもういい加減にね、自民党の人たちも、またそれを支持する人たち、この人たちが、そういう人たちが日本を滅ぼすということです。つまり、学ばないんですよ、歴史に。日本人ぐらい、まあ、歴史に学ばないのも珍しいですね。まあ、呆れて物は言えませんね。ですからね、そこら辺は、支持なさる方たちはね、よく次の選挙の時にね、実行していただきたいと思います。本当の愛国心っていうのはね、大正時代10年にね、暗殺されましたね、原敬というね、素晴らしい首相がいらしたんですけどね、日本は鉄もニッケルも石油も何の資源も取れないと。取れるのは人的資源。日本人の、つまり技術とか、国旗心であるとか、よく働く。そういうものはね、つまり文化。これがね、世界にゴスだけの素晴らしいものを持ってる。それで勝負しなきゃいけない。まさにそうなんです。ですから日本はね、世界のトップレベルを走ってるロボットであるとか、介護のためのものとかね、世の中に立つもの、どん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 町工場の人たちが作ってるんですよ。大体人たちにね、とにかく冷遇しないで、もっと大企業がね、もっと自分たちの儲けを削って、そういった下支えしてる人たちにお金をどん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 、シンガポールのね、リー・クアンユー首相みたいに。で、そして文化文明の方で日本は、世界に動していくだけの素晴らしい力を持ってるわけですからね。それしかありませんよ。今日は忖度についてお話しさせていただきます。なんか意味といたしましてはね、辞書を引きますと、他人の心、気持ちを推し量ることというふうに、まあ、説明書きがございますけれどもね。とにかく他人の気持ちを推し量ること、これは想像力ですね。この想像力というのはね、小さい頃にね、保育園とかね、小学校低学年の頃に詩を書かせてね、で童謡でも本当に分かりやすくて綺麗な短い言葉でその歌ができてますと、今みたいにツイッターソングでダラ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 とね、ツイッターをね、ただそのまま
歌にしたようなそういうものではなくて、短い言葉であるけれども多くのことをね表現する、そういう童謡とかね、そういう歌を作らせたり歌わせたりして、でそして絵もね必ずめちゃくちゃなんかお好き勝手な絵を描かせるっていうんではなくて、これはこういうことでこういう絵を描いてごらんなさい、でそして絵の具でもね自分がねどういう青だと思ったのか、青の色でもいろいろあるから、でそのプロシアンブルーとかセロリアンブルーとかいろいろありますね、でどういうことを描きたいのか、つまりその詩や美術や文学こういうものでね想像力を養う、そういうことをしてますとね、思いやる心、想像する心、人の気持ちを思いやる、つまり忖度、そういうものがね自然と生じるようになるんですね。ですからどっちかというとそういうアーティスティック系が苦手という政治家の人たちなんかはね、もう忖度というのはないんですよね。でそしてここのところねいい意味に使われてませんのが大変残念ですよね。でとにかく今こうやって見てますとね、今ほどやっぱり忖度っていうのがねいい意味でね使われるべき、時代になってるんではないかと思われますね。ですからそういう方たちはもう一度忖度というのをね身につけるにはどうしたらいいかということを一度立ち止まってお考えをそばしたらいかがかと思いますね。特に政治家の方とか実業家の方はねお願いしたいと思います。選挙のマスコミ報道について思うことなどをね話してくれって言われてるんですけどもね、これはねいつもね私毎回思うんですけれどもね、国民の皆様がね今までの政治や何かを真剣に洗いざらい計算して総決算して、そして投票するということであればね健康的だと思うんですけどね、そうじゃなくてねみんなだから大きなね団体票みたいにね一括りにされて、誰政治意識とかそういうものとは関係のないところでね票が動いてるっていうのは今までのね終戦後この方のねずっと見ておりましてね憂えるところでございますね。さあどうなりますかね。さて、話変わりますけれどもね、今日はね、私の気合い飯というテーマでお話ししろということなんですけど、私そんなものはございませんけど、ただ忘れられない食べ物はね、終戦後にうちが破産して下宿代も下車も払えなくなってホームレスになって、でそして思い出してね、わずかの知り合いだったねその学生さんのところを訪ねて行ってね、そこでね玄関でね私貧血気味なんでね気を失ったんですね。でふっと気がついたらその学生さんが自分が困ってるのにね看病してくれてましてね、それでね、窓のところにね、置いていた七輪でね目玉焼きを作ってくれた、当時はね卵が貴重品だったんですよ。それで目玉焼きを作ってね、で白いご飯の上に乗っけてくれて食べさせてくれて、あんな美味しいものが世の中にあったかと思うぐらいにありがたいご飯でしたね。